よし、ということで次やっていきましょう。さあ、連続撮影でございます。はい、ゴミとかいっぱいですね。もうちょっとスタッフさん頑張っていただいていいですかね。ということで、スタッフをガンガン育成していきましょう。もっと頑張って、君だよ。もっと空にしていく。おいおいおい、ふざけんなよ。お前、橋流れで働いてんの思ってんのか、この野郎。ふざけんな。この野郎。もう怒った、給料上げてやる。お前、これで、あいつさ、温厚な顔してめっちゃひどいこと思ってるんだよね。ふざけんなよって感じだけど。てか、お前の清掃が怠ってるがりで、俺のところに苦情が来てるんだぞ、お前。変なこと言って首にするからな、マジ。それほど良くない。舐めてんな、こいつ、マジで。相当舐め腐ってんな。ふざけんなよ、ほんとに。マジってんの？これで満足できないの？どんだけ？どんだけ元がお金持ちなの、こいつ。さあ、皆さんの声を聞いてみましょう。あ、どれ？これ？あー、なんか待機列がまず短いからね、もともと。行動の、よし、一回ストップしましょうか。ストップさせて、道を作り直しましょう、ここは。どこだっけ？忘れた。とりあえずこの道を壊せばいいんだ。よし、とりあえずこの道を撤去して、場所変えるどうやってやるんだっけな。あった道、道をね、この辺とかにして、こっから伸ばしていこう。で、まあ、この辺にしていけば、まあまあ長くなるかな。よし、オッケー。次行きましょう。ここからやっていきましょう、また。いいですね。多分これで結構、まあまあな人数が入れるんじゃないかな。これ気持ち悪いですよね。真ん中に脳が脳ですよ。これ気持ち悪い。マッサイエンティストが作ったんですかね。はい、じゃあ皆さんのお声を聞いていきましょう。これね、サイコーラ。どこいつ？なんかどこもあれですね。あの人が満員でうざいっていうコメントばっかりですね。改装しましょうか、ここも。ここも改装して、一回削除していきましょうか、この辺は。一回消して、まあ、この辺ぐらいからなんか伸ばしていきますかね。こう。こっち、あ、先にこれね、なんか高さ調整が難しいんですよ、このゲーム。だから先にこっちから伸ばした方がいいかな、やっぱり。ここに出てない。ここはダメ、ここはダメ。違う。あった、ここだ。よし、これでいいかな。少し列が長かったね。これ少し良くなったかな。まあ、これで良くなってもらわないと困るんだけど。すげえね、すげえ人気だね。これゲロド高いのにね。ね、ゲロドが吐くなよ、マジで。収支結構高いっすね、まだ。まあ結構今月ね、人雇用したりとかしてお金使っちゃったんで、そんなに良くないんですけどね。さあ、スタッフが結構不満を抱いてますけど、まあしばらくはブラックロードさんです。いいですね、いい感じに。トイレ、ドリンク、飯か、を作ってるから、まあとりあえずまあお客様満足みたいな感じですね。さあ、ここから研究でもしていきましょうかね。研究ですね。研究でここでね、いろんなものが作れたりするんで、まあ後半までずっと永遠と研究するだけになっちゃうので、まあ今のうちにガンガン研究しておきましょう。これ収支マイナスになる？もしかしてこれ。なるんだったら今のうちやめとくけど。まあ微妙なとこだね。
まあ一気にちょこっと増えたりとかするからよくわかんないとこではあるけど、ちょっとやばそうだから今は一つにしておきましょう。で、明らかにちょっと、経営状況が怪しかったんでちょっとやめときましょうか。で、まあ、うちのパークの方針として赤字を出すところは大体全部潰していくって方針なんで、赤字出してるお店にね永遠とねお金を払う必要はないので、むしね、いい加減全員プラスなんで、まあ、このまま続けていけばね、余裕でプラスにいけるんじゃないかな。そしたら入場料金とかも取っていきますかね。十分価値はあると思います。まあ、こんなの高いなんて絶対思うやついません。意見は何もないっすね。あ、残り残金とかあるんだ。なるほどね。こういうの見れるんだね。まあ、知らなかったんだけどさ。さあ、どうだ。ちょっと待って。ちょっと裏画面行っちゃった。よしよしよし。どうしつくか。うわ、すげえ並んでんだな。ちょっと並んでんの、マジで。この、こう、コースた、やばくね？なんでこんなお金、あれなの？値段上げてやろう。みんなが乗りたくないような値段にしてやろう。そしたら乗る人間も少なくなってくるからね。乗る人間が少なくなっても収、基本的にプラスになってるから収支はプラスになるっていうね。まあいい話ではあるんですけども。いいねー。いい感じにちょっとプラスだね。まあ、プラスになってる金額はだんだん下がってきてるのは間違いないんだけどさ。別にみんな100円程度なら払ってくれるでしょ、1ドルだし。まあ、1個700円だよ、これ、1個で乗るのに。なんで700円乗んないの、これ。で、こんないいパークに入れるのに100円だよ。安いよ、はっきり言って。さあ。あとは暇なんだよね。これ、半分放置芸だからさ、暇なんだよ。トイレとか絶対これ赤字なんだよ。これで黒字になるわけがねえんだよ。さあ、あとは今日の収支を待つかって感じですね。他はもうなんかやることないですね。もう今日の収支を待つしかない。すごいね。大人グループが多いんだ。すげえ。大人グループってすごくね？大人グループがたくさん来る遊園地とかわけわかんないよね。おお、まだ増える、ここの人。すげえな。まだ値段上げてやろう。高いとか言われても知らねえから。乗りたいとか乗れ。やっぱイージーだからいいね。楽だね。しゃあねえな、スタッフ。おい、スタッフやばすぎ。これ辞職するぞ、これマジで。あのね、このスタッフね、あまりにうっぷんがたまると辞職するんですよ。舐めてるでしょ。あ、これ、なんなくねえっしょ。やば。雇う、ちょっと人雇います。整備士、頑張れ。お前の仕事だ。おい、直せ。おい、整備士。おい、整備士。やばすぎ、あいつ。あいつ、サイコパスだろ、マジで。目の前で雇ってやったね。サイコパスすぎでしょ。おい、収支ほとんどマイナスじゃねえか。アホくさ。あれ、直すよ。バッカ野郎。バッカ野郎。やばいって、これ。潰れちゃいますよ、僕。アホみたいにマイナスなってんだが、1ヶ月分が消し飛んでるよ、さっきから。お前、月始まりだぞ、お前。1ヶ月分消し飛んでるやん。おい、まだ？おい。おい、整備士。何のために雇ってるんだって。
マジで。なんだ目当たってるかわけわからんぞ、マジで、お前。働く気ねえだろ、ほんとに。働くってこと知らねえな、こいつ。おっそ、お前一周してきたろ、この野郎。ふざけんなよ、マジで。ああ、もう次回になんとかなんのかな。はい、ってことで次回、続く。